ゴードン、お礼様のパンツを洗濯しろ。ゴードン、洗濯が終わったら次は掃除だ。ゴードン、掃除が終わったら昼食の用意をしろ。地球勇者ともあろうものが魔王の下働きとは、なんたる屈辱。歴代勇者の方々に申し訳が立たん。なんだかとっても不満そうだな。まさか勇者が約束を破るつもりではあるまいな。どんなことがあっても勇者が約束を破るわけにはいかん。今の私にできること、それは耐え忍ぶことだ。ハートに揺るがぬ信念を秘めていれば、いつか必ず道は開けるもの。そうだ、こいつに従うふりをして油断させよう。そして月を見て地球へ脱出するのだ。よし、それまでの辛抱だ。負けるな、ゴードン。その希望に満ちた輝く瞳、お前よこしまなことを企んでるだろう。よよこしまとはなんだ。私はただ、おはよう、ラハールちゃん。お礼様をちゃん付けで呼ぶなと言ったであろう。あら、だってその方が可愛いじゃない。それよりエトナちゃんとフロンちゃんが魔界を案内がてらピクニックに連れてってくれるんですって。ラハールちゃんも一緒にどう？みんなで美味しいお弁当作ったのよ。ピクニックだって？それはないだろう、ジェニファー。地球勇者の私が働いているのに助手の君がピクニックとは。でもゴードン、今日は日曜日だからお休みのはずよ。それはそうだが、サーズデイ、お前は私と一緒に働いてくれるよな。ロボットにも休み必要。サーズデイ、ジェニファーたちとピクニック行ってきます。ダンダン。あ、この裏切り者。じゃあそういうことだから、あとはよろしくね、ゴード。ねえ、どこに行こうか。せっかく魔界に来たんだから、ゲーナの海がいいんじゃないですか。ねえ、あそこ暑いじゃん。ゲーナの海ってどんなところなの？それはもう、ザ・魔界って感じのおすすめスポットですよ。そこ、お土産売ってる？いや、さすがにお土産は売ってないかと。お土産なら、イケネー横丁にあるマニーハウスの星組がおすすめよ。私もハマってるんだ。ほら、キャー、かわいい。あ、666年の限定バージョン、いいなそれ。へへ、あげないようだ。じゃあ、今日はゲーナの海でピクニックして、明日は池根横丁でショッピングしましょう。いいね、賛成。お前がどうしようもなく哀れに思えてきたぞ、ゴード。よし、俺様たちもゲーナの海へ行くぞ。女どもだけピクニックでランランなどとか、この俺様が絶対に許さん。おお、それはグッドアイディアだ。我々も同行しよう。決してピクニックでランランしたいわけではないぞ。彼女たちを護衛するためだ。うん、行くぞ。チャンスだ。ピクニックに乗じて彼らを油断させ、魔界から脱出するのだ。第10話、天使と悪魔と人間と。約束の時間を過ぎても、ゴードン君からの連絡は途絶えたままか。地球勇者も魔王には勝てなかったか。やつは本物の地球勇者じゃねえ。初めから俺に任せておけば、魔王なんか簡単に始末できたのによ。まだそんなことにこだわっているのかね。若いぞ、カーチス君。私にとっては、彼らが魔王に勝とうが負けようが、さしたる問題ではないのだよ。魔界へのルートを開いてくれた時点で、彼らの役目は終わったのだ。魔王退治は口実に過ぎ。ふん、奴らは捨て駒ってわけか。人聞きが悪いぞ、カーチス。地球に殉じた偉大な犠牲者たち。
とでも言ってやりたまえ。あのゴードンがそう簡単に死ぬものかよ。やつを倒せるのはこのカーチスだけだ。今頃魔王を倒してランラン気分でピクニックでも楽しんでいることだろうさ。ランランハハハハ、魔界でのピクニックがこんなにもエキサイティングだとは思わなかったよ。こいつ本当に勇者なのか。俺様が言うのもなんだが、勇者というのはもっと威厳があって堂々としているものであろう。これではただのアホではないか。いや、本物のヒーローというのは普段は地味だったり情けなく振る舞ったりして世を忍ぶものなんですよ。そして誰かが助けを求めた時、正義の味方としてかっこよく登場するんです。そうですよね。ええ、そうね。ランランそうか。どっからどう見ても純粋に楽しんでるでしょ、こいつは。ランランよしよし、彼らは私の演技に油断し始めているぞ。あとはスムーズに地球へ戻るシチュエーションを作るだけだ。いいですか、あなたの存在は非常に不安定なバランスの上に成り立っているのですよ。それは分かっています。だったらもう少し自重してください。そうしたいのは山々なんですがね、やはり放ってはおけないのです。私の力も永遠ではありません。くれぐれも忘れないでください。やあ、どうしたんだい、マイマスター。なんだか元気がないね。子供ならピクニックは大好きなはずだろう。そんなことじゃ青空に笑われるぞ。それカモン、共に歌おうじゃないか。誰が子供だ。俺様はこう見えても1313歳だぞ。精神年齢もお前よりずっと上だ。精神年齢は同レベルなんじゃないんですか。ちなみに私は1470歳。私はそこそこです。そこそこ。そこそこっていくつだ。そこそこはそこそこです。お前天使だろ。だったら正直に言え。1509歳です。フロンちゃんって私より年上だったの。ババアだババアだ。ババアって言うな。驚いたわね。とてもそんな年には見えないわ。だから人間は愚かなのだ。外見だけで判断するな。あら、言ってくれるわね。それじゃあ私の体も気にならないはずよね。それは、そろそろ腹が減ったな。弁当を食うぞ。うまく逃げたわね。それじゃお弁当を。月よりです。うわ、お弁当が。お久しぶりですね、マドモアゼル。かぐわしい香りに誘われてここまで来てしまいました。あ、チューモス、弁当返せ。ノン、そうはいきませんね。男ヤモメの私にとってこの手作り弁当はまさに砂漠で出会ったオアシス。返すわけにはいきません。久しぶりに出てきたと思ったら、鉄もなく情けない理由での登場だな。中ボスさん、お弁当作ってくれる人いないんですか。かわいそう。そういう同情はおやめなさい。ズキッとハートが傷つくじゃありませんか。待ちたまえ、中ボス君と言ったね。この弁当は私たちのものだ。おとなしく返したまえ。ほう、誰かと思えば君は人間ですか。その通り、
地球勇者キャプテン・ゴードンとは私のことだ。その勇者がどうしてこんなところで悪魔と一緒にピクニックしているのですか。黙れ。私だって好きでこんなところにいるわけではない。まあいいでしょう。せっかくですから地球勇者とやらのお手並み拝見といきますか。さあこの手作り弁当を取り戻せますか。この待て、今まであんなのを相手にしてきたかと思うと、この上なく情けない気持ちになるな。やれやれ、こんなところまで追ってくるとは食い意地の張った連中ですね。お前が言うな。観念するんだな。地球勇者の名にかけてその弁当を返してもらうぞ。はっはっはっは。私をただの弁当泥棒と侮ったら痛い目に遭いますよ。いいでしょう。地球人の諸君にこのビューティー男爵の華麗なる戦いぶりを見せてあげましょう。眩しい。いかん、このままでは負けてしまう。ゴードン。うん、私たちもやるぞ。ジェニファー、サーゼイ。地球の平和を守るため続ける戦機の使者、地球勇者キャプテン・ゴードン、ただいま参上。まずいですよ、ダールさん、エトナさん、私たちだけ置いてけぼりです。いや、俺様は一向に構わんが。ダメです、私たちもやるんです。本当にやるの、フロンちゃん。今はフロンちゃんじゃありません。ジャスティスフロンと呼んでください。さあ、行くわよ。この世に悪がある限り、可憐な天使が今日も飛ぶ。みんなの声が勇気、愛と正義の使者、ジャスティス・フロン。なんで俺様がこんな目に。私、こんな恥ずかしい思いするの初めてです。地球勇者チームに比べてそちらはチームワークが悪いようですね。お二人のせいで笑われたじゃないですか。
ちゃいましたよ、殿下。俺様は知らん。もう好きにしてくれ。またお前の負けだ。弁当を返してもらおうか。残念ですが、お弁当はすでに私がいただきました。おのれ、なんてやつだ。この勝負、引き分けといったところですね。ではまた会いましょう。ごちそうさま。あー、お弁当が。まあいいじゃないの、お弁当はまた作ればいいんだから。ジェニファーの言う通りだ、弁当はまた作ればいい。おお、そういえばバーニーズの照り焼きピッツァの味が懐かしいな。よし、次元も一件落着したことだし、我々は地球に帰るとしよう。名残惜しいが涙は無用。さらばだ魔界の諸君。いいぞゴード、これならスムーズだ。バーニーズの照り焼きピッツァと聞けば、いかに悪魔とて止められはしないだろう。このまま何事もなかったかのように地球へ戻って。あんたさ、地球へ帰るのはいいけど、どうやって帰んの？よく考えたら、我々のスペースチップは壊れたままではないか。我々には地球に帰る術がない。ゴードン、今頃気づいたの？やれやれです。私のパーフェクトな計画が。残念だったな、ゴードン。お前は一生俺様の家来になる運命なのだ。私たちはもう地球へは戻れないのか。これから誰が地球の平和を守るのだ。私の地球勇者としての使命は果たせぬまま終わってしまうのか。あ、そうだゴードンさん、いっそのこと地球勇者から魔界勇者に改名したらどうですか？そんなことができるか。いいじゃないゴードン、地球だけが世界じゃないんだから。地球も魔界も関係ない、平和を守るのが私たちの使命でしょ。しかし魔界勇者はちょっとな。よし、魔王ラハールの名のもとにお前を魔界勇者に任命する。ちょっと待て、そんな勝手に。ただの家来から出世させてやったんだ、嫌とは言わせんぞ。ラハールちゃん、それじゃあ私たちこのまま残っていいのね？お前たちの能力、俺様が魔界を支配してゆくのに少しは役立ちそうだからな。お前のそのムチムチした体のことも我慢してやろう。ラハールさんの口から我慢って言葉が出るなんてびっくりですね。ま、それだけ認めたってことなんじゃない？単にムチムチに目覚めただけかもしんないけど。めでたくない。これは夢だ、夢に違いない。夢だと言ってくれ。こうしてちょっと変わった人たちが正式にラハールさんの仲間として加わることになりました。結果的に人間を悪魔の仲間に引き入れることになってしまったけど、ま、そんな細かいことはどうでもよくなってきた今日この頃です。いつかこうして天使も悪魔も人間もみんなが仲良くなれる日が来るといいな。フロンの日記より。刻々と近づく地球防衛軍の影だけど、魔界の秩序は私が守る。
小娘に何ができるというのだ。機密兵器その1、メガ呪い砲。これで空からの敵はみんな撃墜よ。なかなかやるではないか。機密兵器その2、プラズマ魔法陣。どんな攻撃も跳ね返す鉄壁のガードよ。そんなバカな。そして最終秘密兵器、アイマニア・フロン。強引かつ身勝手な解釈で全てを愛に導こうとする旗迷惑なやつよ。恐ろしい。次回魔界美少女伝説エトナ第11話、エトナ VS 地球防衛軍。魔界の歴史がまた1ページ。こうしてはおれん。我々も全軍をもって出撃だ。